はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこの安のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。皆さんは皮膚の表面からブツブツしたようなニキビではなくて、まあ、水泡のようなねものが出てきたことはありませんか？僕は出ました。それは直径約1ミリほどの水泡です。前回の動画でですね、家がサウナになった話をしましたけど、これが原因やったのでしょうかね。そのサウナは2週間しか続けてないんですけど、まあもしこれがね原因なら今すぐやめようと思っているので、今すぐにやめます。なのでこの部屋もね、いつもは窓を開けてセミの声を聞きながら撮影をしてますけども、今は完全に窓を閉め切ってクーラーをつけてます。いや快適ですね、やっぱりね、最高ですね、クーラー。っていうかまあね、そのね異変に気づいたのがですね、昨日の夜のことでした。昨日は8月1日でして、大阪ではね、京祖祭 PL 花火芸術という、まあ、世間一般的にはね、PL の花火と呼ばれてる、まあ、年に一度のビッグイベントの日でした。それはね、地域の主力道路が夕方4時から23時頃までね、全車線通行止めになって、かなりの交通渋滞が起こる日なんです、まあ、ちなみに我が家からはベランダからその花火が大きくね、よく見えますので、渋滞には巻き込まれません。なのでその息子たちとね、ベランダに出て夏の代名詞である蚊取り線香を灯しながら見ていました。年に一度のことなんでね、息子たちが大興奮します。そして今見終わってお風呂に入るのにね、シャツをこう脱ぐじゃないですか。その時に無意識なんか僕こう両肩をこうさすったんですよ。そしたらなんかね、変な感触だったんです。ザラ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 ですね。まあ手の感触をちょっと疑いましてね、まあ違和感しかありません、ほんまに。で入院中でさえも、まあ、こんな感覚はねなかったんで、まあ不安な思いで肩から腕にこう目をこう向けるわけですよ。ほんなら小さなこうプツプツってした水泡が無数に出てました。無数にこう、まあ、優しく触るとザラザラしてて、こう指先でこうグッとこう少しね圧力かけて押し付けるように触ると、まあ、その水泡のようなものはね弾けるように消えました、まあ、薄皮で覆われてるような感じでもなくて、ゼリーや、まあ、洗濯のりで作るスライムよりも柔らかい感じやし、まあ、そんな質感だったので、割れるとすぐにまあ肌に馴染んでね、あ、なんか天然の美容液かなみたいな感じで良かったんですけども、まあ、痛くも痒くもないんですよ。いやでもひょっとしたら骨髄移植をしたことでミュータントになってしまったのかと、ちょっと不安で仕方がありません。まあでもね、どうせなら X 面のサイクロプスみたいにね、眼鏡外したら目からピーってビーム出るぐらい出てほしいですけどね。あ、でもまあ美容師やから、ウルヴァリンみたいに爪がシャカンって出る方がいいかな。カット早くなりそうでしょ、シャカシャカシャカってね。いやもうそんなんいいんですよ。いや体からこんな潰さな割れへん水泡が出るって、まあ、インターネットでどうやって検索したらいいかわからんのでね、検索のしようがないんですよね。なんて言ってもいいんでしょうね。まあでもね、まあ、とりあえずですね、直径約1ミリの水泡が体の表面から出てくる謎で奇妙な現象という言葉としましてね、まあ、これは必ず次回の通院で先生に聞いてきます。まあ来週の木曜日が通院の日やからね、まあ、それまでもやもやしておきますけども、まあ、ちょうど1週間なんですよね。
まあ、そんな直径約1ミリの水泡が体の表面から出てくる謎で奇妙な現象を、まあ、誰か知ってたらコメント欄で教えてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこの動画、このチャンネルが届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。